プラテーロが藁のベッドに横たわっているのを見つけた。潤んだ悲しげな目をして、私は彼のそばへ寄り、撫でながら話しかけ、立ち上がるのを助けようとした。かわいそうなロバは不意に震え、前足を折ったまま立とうとした。立てなかった。そこで前足を床に伸ばしてやり、もう一度優しく撫でた。そして医者を呼びにやった。ロ・ダルボ医師。プラテーロを一目見ると、歯の抜けた大きな口を胸までうずめて、振り子のように赤ら顔を振った。彼が何と言ったか覚えていない。かわいそうだが、もう痛みが何か悪い根っこでも土か何か草と一緒に。正午、プラテーロは死んでいた。小さな綿のような腹は丸い地球のように膨れ上がり、四つの足は固く血の気をなくし、天を指していた。彼のふんわりした毛が今は古い人形の虫に食われた麻の毛のようだった。手を触れると、崩れ落ちる。悲しみの埃にまみれて、しんとした馬や光りながら飛んでいた。小さな窓から射す光の中を、美しい三色の蝶がただ一羽。